ああ、いるいるいる、いっぱいいる、ここにもいる。ムツゴロウがすごいたくさんいます。小さい子供のムツゴロウだけどね。めっちゃいます、ここに。1、2、3、4、5、6、7、8、9匹、足元にね、もう9匹、あっちにちょっと大きめのムツゴロウがいました。うん。大きめのムツゴロウが10センチ、12センチぐらいでしょうか。うん。まあ多分、ああ、はや、入っていた、入っていた。あれよりももっと大きくムツゴロウになるんでしょうけどね。うん。ここに、なんかね、ここはね、写真撮ってる方いたけど。ね。船が止まってるね。漁港になってるのかな。ここはちょっとね、あの泥が堆積してるところで、ここにねムツゴロウいるよって言われて、で来てみました。でここのね漁港から出るともうね砂地になってて、そっちにはねムツゴロウはいないんですよね。もうカニだけですね、いるのね。でここもねカニたくさんいるんですけどね、その中にね混じってねムツゴロウいますね。うん、よかった、聞いてみて。聞かないとね、聞かないと分かんないですよ。うん、こんなまじまじ、ちょっとね、子供のムツゴロウだけどね、うん、まじまじ見れます、ここ。あのね、佐賀県の、ね、有明海のね、ムツゴロウは、まあ、ちょっといましたけどね、ちょっと遠目ね、もう10メーター先ぐらいの、ところでね、いたっていう感じで、うん、シーズンになるとね、その有明海のね、その干潟に入ってね、なんかイベントとかもね、やってるらしいんですが、そのね、イベントのね、やる時期ね、干潟に入れるときはね、佐賀県のね、有明海、道の駅、なんていう道の駅だったかな、佐賀県の有明海のところにね道の駅があるんだけど、そこでねちょっとイベントごとをねちょっとやってるんですよね。その、うん、正確に言えば道の駅の隣にあるね、なんか、うん、そういうちょっと施設があるんですけどね、うん、そこでねちょっとイベントが夏ねあったりするので、その頃はね、うん、その佐賀県の方の有明海のね、うん、干潟いいかもわからないですけど、うん、シーズンオフの場合はねこっちのね熊本のねちょうどねここは天草にね行く途中なんですよ。天草に行く途中で海が見えるところでちょっとね休憩みたいな感じでね、なんか、うん、まあ展望スポットっていうわけでもないんでしょうけど、なんかトイレがあるようなね、駐車場があるところがあって、そこちょっとね、海が見えたから、あ、ちょっと寄ってみようと思って、寄ったらね、こういうね、うん、まじまじにね、ムツゴロウをね、見ることができました。めっちゃいる。めっちゃいるんですよ、ここね、ムツゴロウが。でね、ここなんていうところかね、ちょっとわからないんですよ。あ、海が見えると思ってね、ちょっと、もう、ね、あ、駐車場があるんだと思ってね、そこのとこ、ふーっと入ってきたからね。うん。あ、ちょっとね、遠目には結構大きいのもいますね。ムツゴロウね。ズームインできるかな。ズームイン。ちょっとね、跳ねてるのもいます。でね、なんていうね、